んでいただきましてありがとうございます。そうそうたるメンバーに混じってこんな間違いの3人が出てくるとは思いもよらなかったです。1953年のアメリカからやってまいりましたという設定でお送りしております。土屋サーキットのカントリー&ウエスタンブル、どうぞお楽しみください。まず1曲目はフリーメーソンの曲でオンズロードアゲイン。
Cool Such As I という曲でした。先に忘れないうちにメンバー紹介を、しておきます。オン・フィドル、大野誠、オン・ギター&スチールギター、若林孝之、で、私が、部長の、土屋サーキットでございます。そっちカントリージャイアントというべき、スーパーレジェンドです、ハンク・ウィリアムズという人がいます。ですね、去年から、アイス・オン・ザ・ライトという、映画がありまして、そのハンク・ウィリアムズの半生を、綴った映画がありまして、僕もその影響を結構受けてるんですけども、まあ、カントリーという、音楽ジャンルはですね、まあ、本当その女に振られたの、俺の人生終わっただろう、ろくでもない歌詞が多いんですけども、もうそのろくでもない、人生を、歌ってですね、しかもろくでもない人生を歩んでしまった、ハンク・ウィリアムズという人が僕は大好きで、その人のオマージュとしてですね、今日歌いたいと思っております。今日の演奏を聴いて、なんか興味を持ったっていう人がいたらですね、カントリーミュージックに興味を持ったっていう人がいましたら、遠慮なく声をかけていただければ、マネージャーとかも募集してます。出やがったな。はい、まあ、そうなんですね。本当カントリーミュージックっていうのをしてる人は、本当少なくて、日本全国津々浦々見回しても、ね、60歳、70歳の年寄りばっかりで、若い人はカントリーをしてない状況を憂いております。なので、僕らが率先して、とカントリー、もうコテコテのカントリー今やってますから、興味持ってもらったらと思います。では、そのハンク・ウィリアムズの、曲で締めたいと思います。ハンク・ウィリアムズメドレyou、yeah.
ぜひ最後までお楽しみください。ありがとうございました。